当たり前が眩しいな。いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、あってくれてありがとう。今回は越郡愛荘町の料亭阿鼻子屋さんへの会ってくれてありがとう。私が会ってくれてありがとうと言いたいのは阿鼻子屋さんです。お祝い事や法事など親戚や家族の集まる大切な行事でお世話になっています。料理が美味しいのはもちろん、目にも鮮やかな美しい盛り付けが魅力です。食が細くなってしまった90歳を超えていた祖母が、おいしいおいしいと完食していました。会場は和室でありながら一席で、膝が悪い年配のメンバーにも好評で安心して利用できます。中井さんの気配りが素晴らしく、2歳になる息子にも優しく声をかけてくださいました。ありがとうございます。そう言っていただいたら、こちらも真心を込めてお料理作らせてもらって、その感じ取って食べてくれはるっていうのはすごく幸せですし、こっちはすごい嬉しい。逆にありがとうって言いたいですね。これからも頑張って皆様に喜んでいただけるお店にしていこうと思います。阿鼻子屋は創業80年、料理長の安森さんが4代目となる老舗だ。啓示や法事にも重宝されるが、食事を楽しむお客の舌をうならせる料理が真骨頂だ。まずは薄味で、薄味ながらもやはり美味しさ、旨味を味わっていただくということを大事に心がけてお料理は作らせていただいております。やはり僕も新しい食材を見つけるとワクワクしますし、それをやっぱりそのお客様に食べていただいてワクワクするとか驚いていただいたり、女性の方ってお口が小さいので一口でいけるっていう形で、やっぱりそれも懐石料理っていうのは懐の意思、温めるっていう真心を込めてっていう意味なので、小さなお口で食べられるようにさせてもらってます。安森さんは今あるメニューに甘んじず、新しい食材や調理方法の研究に余念がない。一品の中でも阿鼻子屋といえばうなぎと言われるほどの味。大きいうなぎを使わせてもらってまして、皮はパリッとしておりますし、そうありながらも身はすごいふわっとしているので、その食感を楽しんでいただいております。80年余りもう継ぎ足しのタレで作らせてもらってます。ちょっと甘めのタレは使ってるんですけれども、今まで食べられなかった方でも、あ、うちのうなぎやったら食べれるって言っていただいております。おもてなしは料理だけではない。季節感あふれる心遣いがお客の晴れの日を豊かにする。玄関入ってきたお客さんがわーって思ってくださるような春夏秋冬を感じていただけるようなお花をそれぞれの部屋に生けさせていただいております。今日はお店の送別会をさせていただいてます。初めてこういうのちゃんと食べたんでいいなと思いました。お食事は全部綺麗で楽しかったです。お父さんもありやし、息子さん2人全部知ってますね。だからこの人らの優しさ、そういうのがものすごく料理に出てると思う。昔からのいいものはそのまま取って、これからも新しいものも一緒に付け加えていきながら、でいつまでも愛されるお店で居続けるように頑張っていきたいと思います。地域の人々の大切な日に、これからも阿鼻子屋、会ってくれてありがとう。